ダンベルプローバーだね。胸と背中の効き体分けやベンチの向きについて教えてほしいです。まあ俺両方胸でも背中でもプローバーやるんだけれども、これはねどっちかにアイソレートっていうのはできない。両方刺激されるので、俺は胸やるときは上げ切ったときにこう胸を張るような感じで、腕をやや曲げ、この肘を曲げた ところでこうサイドチェストをやるイメージでこう上げてくる。で背中は逆に腕を伸ばしてストレッチ、遠くにストレッチさせるようなイメージでやる。ただ両方、さっき言ったように両方効く、胸も背中もね。だからまあ両方に入れて、まあこれは上半身全体の胸郭を広げるといういい種目なので、これは仕上げの種目としてぜひやってください。